こちらのフリーマーケット、ただのフリーマーケットではございません。なんと昔の恋人の思い出の品を売買できるというですね、一風変わったフリーマーケットとなっております。ずらりと並ぶのは誰かと誰かの思い出の品になっております。ぜひですね、思い出を堪能し、そして出品者の人はですね、部屋でくすぶっていた思い出の品をお金に変えて新しい未来へと踏み出していってもらえると思います。はい、今日どういうの出していただいてるんですか？ペアリングの片割れが2つあるんで、それを新しくペアリングとして出品しています。ぬいぐるみとか楽器とかベッドとか様々なものを持ってきました。ちょっと重くないですか、いろんな意味で。もうさらっと全部お金借りてパーッとやっちゃいたいと思います。誰か彼女のベッド買ってあげてください、お願いします。スクラップってもともと私大学生の時からスクラップをやってるんですけど、あのフリーペーパーでなんか2ヶ月に1回全然あの乙女チックポエムナイトだったりとかいろんな企画を生み出してたんですね。でそれがまあ謎解きの企画が大ヒットと、あ、自分で言うのはあれなんですけど、ヒットしてあのリアルダスゲームを作らせていただくようになったんですけど、でもあのその新しい企画を生み出していくマインドっていうのを忘れたくないと思ってこのお店を作ったんですね。でこのお店では謎解きももちろんやってるんですけれども、こういった元から元からのフリーマーケットみたいな今世の中にないけれどもあったら面白いんじゃないかというイベントを毎日企画してあのやっています。そのうちの一つです。なんでやって滑ったって時もあれば、うわすごいヒットしたみたいなのもあって、そこからリアルダスゲームを超えていくようなその面白い参加型のねイベントを考えていければなと思っております。例えばそれ滑ったってなったら1回で終わっちゃう、1回で終わることはあります、あります。なんかボリューム3つ、あのコートやってるやつとかは結構大ヒットしてるものが多いです。今日は今なんかその例えば失恋したばっかりであの声に次の声に行くきっかけを探している人だったりとか、あとその昔の恋愛についてちょっと語りたい人だったりとか、なんかちょっと声に悩んでる人とかが前に向けるきっかけになるといいなと思ってるので、そういった方に来てほしいですね。あのこっそり出品してます。あの私のものとは特に書いてないんですけど、実はこっそり出品してます。イベント企画ハッカソンっていうこのここに所属しているラボガールズっていうスタッフとそのお客さんでこういう案があって、それを具現化したイベントになります。この結構こういうグッズを集めるのっていうのは簡単に集まる？なかなか大変でした。あ、そうなんですね。私たち集まんなくて最後バタバタと結果130近く集まったのでやったんですかね。意外に行きましたらあったっていう方がすごい多かったです。じゃあ次回以降もこういう企画されたりっていうことも、いや味を占めたらねやりたいと思います。いろんな方で出してもらいたいですね。はい、じゃあ私も頑張ります。来てください、お待ちしてます。はい、ありがとうございます。